同じソビエトのビタリー・マリニチです。昨日の個人総合3位の選手です。20歳の選手、163センチ、58キロ。この技は非常に難しくて、逆上がりひねりって言うんですけどもね、はい、その後車輪をしました。今のはいいですね。あの具志堅という技の指示系なんですよね。一歩難しい運動になります。ヒーリーの連続からです。89年のソビエトチャンピオン、抱え込んでのダブル、着地もあって決まりました、はい、先ほどの同じソビエトでもベスパルク選手